東大法学部の9割はバカ。独創性がなくても褒められるのが法学部です。最高裁の判例や東大教授の学説を引用すると賢そうに見えます。東大法学部の卒業生は権力者となります。行政権、立法権、司法権を持ちます。しかし、その権力は主権者である国民から預かったものです。それを自分のものと勘違いしてしまう輩がいます。だから東大法学部卒の犯罪者が異常に多いのです。また悪徳弁護士はセカンドレイプやスラップ訴訟で被害者を苦しめます。もちろん弱者を守る正義の弁護士もいます。しかし多くはありません。本当は公務員は行政権者の補助機関です。弁護士は依頼人の代理人です。権力を持っていません。国民の主権者意識が希薄なため間違いが起こっているのです。昭和時代の情報の価値。今、時給1000円の人が1分でググれる知識の値段は1000÷60イコール約16.666イコール約17円です。知っていても偉くありません。しかし、昭和時代はスマホがなかったので、わからないことがあれば、1、自分で図書館に行って調べるか、2、行き字引きみたいな人に聞くかです。1、自分で図書館に行くということは、その間仕事を中断して時間を作るということです。細かい情報の場合は地元の図書館では済まず、朝早くから電車に乗って国会図書館のような大きな図書館に行きます。1日がかりです。日給に換算すれば1万円です。他に交通費がかかります。2、行き字引きくん、ウォーキングディクショナリーは、すぐに教えてくれました。しかし、教えてくれるのは、日頃から彼に挨拶をし、ご機嫌を伺っているからです。教えてもらった後は、飯をおごるとか、お土産を渡すとか、ただでは済みません。もし、行き字引きくんがご機嫌斜めの場合、彼好みの美人を使って、行き字引きくんから情報を聞き出すしかありません。しかし、今度はその美人にお金がかかるのです。今は知識よりも独創性。つまり、昭和以前は知識の価値がとても高く、知ってるか知らないかで差がついたのです。しかし、平成を経て令和となり、今は小学生でもググれる時代です。特定の知識を知ってて偉いねが褒め言葉として通用するのは幼児だけです。概してテレビはくだらないものですが、プレバトはおすすめです。冬の朝、とてもとても寒かったとか、梅雨が明け、これから夏の本番だとか書けば、夏井先生に必ず怒られます。夏井先生は、独創性、オリジナリティと現実性、リアリティがなければ決して認めません。芸術系の光宗薫、辻元舞、田中道子は、現実性は全員満点で差がつきません。独創性だけの勝負です。これからはプレバトに倣って、日常的に独創性と現実性の価値を共有しましょう。例えば、巷にあふれるモナ・リザの絵は無料です。ルーブル美術館像の本物以外は無価値です。著作権も切れています。
こういう計算が大切です。もちろん現実性は100年後の現実性でも構いません。マツダマジック積極財政。マツダ学は東大経済学部大蔵省財務省日本維新の会国会議員団副幹事長を経て今は参政党です。過去の経歴は最低ですが例外的に天才です。マツダプランは国債をお金に変えます。既存のお金と変えるのではありません。新たなお金デジタル円に変えるのです。その額は516兆円です。これは積極財政の模範回答です。これは従来の教科書に載っていません。独創性があります。東大法学部財務省のバカにはできません。これはマツダプランではなくマツダマジックと呼ぶべきものです。積極財政2つの道。積極財政の最善策はマツダマジックで国会と財務省を説得することです。次善策は消費税 0% 廃止おは当面 0% の世論を形成し自民党の減税勢力を動かすことです。自民党の減税勢力は2020年3月30日に立ち上がりました。しかし当時の二階幹事長に一括されて蹴散らされました。本当は消費税を減税したいけれども党の執行部に逆らってまでは動けないという連中です。そういう連中は世論の動きを見てやっぱり減税と言った方が得だと思えば減税と言います。